皆さんこんにちは、こんばんは。サブチャンネルと同様、こちらメインチャンネルもちょっとお久しぶりになりました。皆さんお元気にお過ごしでしょうか。ちょっとした近況報告はちょっとサブチャンネルの方でしてるので、こちらではまたまたちょっと届いたものとかいろいろあるので購入品紹介をちょっとしていこうかなって思ってます。といったわけでですね、またちょっと、4点5点ぐらいしかないんですけど、最近の購入品を紹介していきたいと思います。はい、といったわけでですね、購入品一つ目なんですけど、ちょっとねアイシャドウをこの間買ったばっかなのでリンメルの、それって購入品紹介したのかな、ちょっとわかんないんですけど、まずそれからいきます。こちらのリンメルのショコラスイートアイズの009番です。このね限定パッケージに惹かれました。で中もね可愛いんですよね。使える色ばっかりですし、やっぱリンメル発色もいいです。なのでこれはほとんど毎日のように使ってます。そして香りがチョコレートの香りで、すごくいい匂いで大好きです。これを買ったのでやめようかなと思ったんですけど、これから秋に向けて、新しいアイシャドウを買いました。こちらですね、セザンヌのトーンアップアイシャドウ05番、ナイトネイビーですね。これ色がですね、こんな感じで、真ん中がパープル、これがちょっとネイビー色なんですよね。こういう色のアイシャドウって私持ってないかなって思って、でこれのピンクベージュみたいな色を持ってるんですけど、それもすごい発色もいいし、なかなかいい感じの色合いだったので、こちらも結構いいかなと思ったのと、このパープルがすごくいいし、このネイビーの色って私なかなかこう使わなくて、多分持ってないと思って買ったんですけど、値段がもうね、あんま本当600円ぐらいで安いし、セザンヌだったらいいかなと思ってついつい買ってしまいました。はい、すごくおすすめですね。パープルがねこんな色で綺麗なんですよね。びっくりしました。まだ 1,2 回しか使ってないんですけど、こんなような見えますかね、発色で。ちょっと画面越しだとちょっとあんま見えないんですけど、実物すごい綺麗なんですよね。でこちらネイビーですね。ネイビーもほら、なんかちょっとパープルが入ったネイビーみたいな感じなので、すごいネイビーしてないっていうか、すごくいいと思います。これ、締め色にはもってこいな色だと思って、はい、こちらのアイシャドウ、人気色っぽいので買ってみました。で、もう一色なんですけど、なんかこの、ホワイトに、ラメがすごいたっぷり入ったような感じで、このまぶたの下につけるとすごいキラキラして、ほんと綺麗なんですよね。で、これをアイホール全体に塗って、で、これを締め色とかアイライン代わりとかにするとすごい綺麗で、すごい気に入りました。なので、当分の間はこのリンメルとセザンヌを交互に使ったりとかできるかなと思いました。セザンヌジェルライナーですね。こちらバーガンディのお色なんですけど、今日使ってんですけど、ですね、落ちにくくって、描きやすいですね。そしてこう、繰り出しタイプなんですよ。で、あ、折れちゃった。出しすぎ注意です。折れました。見えるか、こんな感じですね。はい。すごい綺麗な色ですね。これをこのパープルのアイシャドウと一緒に使っても多分平気ですし、アイライナーとして、でそれか赤系のこうバーガンディが入ったアイシャドウと一緒に使うとかいろいろできるんですけど、これアイライナーとしても使えるんですけど、
アイカラーにも使えるっていうことで、これをね、引いてぼかすとアイシャドウ代わりにできるということで、2役使えるので、これ一色でちょっと試すのもいいかなって思いました。俺も結構好きです。これ正解でしたね。で、今日はこれ使ったんですけど、今日はあの、ダイソーの赤いシャドウを使ってるんですけど、このパープルとこれでもいけるんじゃないかなーって、ちょっとまあ試してみる価値はあるかもしれないですが、アイハーブで買いました。ナウの美容液ですね。ファーミングセラムって読むのかな？ちょっと読み方が英語が苦手で読めないんですけど、これ口コミがすごく良くて、あの、人によっては苦手な匂いだと思うんですけど、私は、あの、すごいいい匂いだと思います。柑橘系っぽい匂いがすると思ってます。で、あの、ワンプッシュですごい全体的に塗れるんで伸びるし、いいし、なんかシワ改善とかにもいいらしいんですよ。え、シワ改善と思って買ってみました。そしたら結構伸びはすごく本当良かったです。で、シミとかシワとかはどうかまだ使い始めてそんな経ってないんでわかんないんですけど、まあ、使い続けてみる価値はあるかなって思います。はい、こちらと、で、前回、あの、和樹玲子さんのこちらを紹介したと思うんですけど、これはどちらかというと保湿よりも普通の、なんだろう、保湿力がそんな高くない、化粧下地みたいなんですけども、今回こちらをね、またいただいたんですよ。これも和樹玲子さんの、薬用エクセレントミルキーファンデーション。ミルキーファンデーションって書いてあるんですけど、化粧下地に使えるものです。こちら保湿がすごく強いものらしいです。で、こちらとこちらを両方使い比べてみたんですけど、こっちはやっぱ春夏にいいかな。で、まあ、春夏秋冬使える人は使えると思います。まあ、普通肌の人とか、あの、脂質肌、あの、油肌の人とか。でも、こっちは、あの、保湿力が高めなので、あと、あの、これ、SPF31 の3プラス入ってるので、すごい、あの、日焼け止め効果もあるんですけど、保湿力が高いので、こちら乾燥肌の方とかいいのかなって思ったりしました。でもやっぱ少量で伸びがいいし、隠れるんですよね。だからファンデーションがそんなに塗る必要ないっていうところがすごく気に入りました。これを教えてくれた視聴者さんありがとうございます。すごいあの、彼女美容部員さんなので、肌のことに対してとか、すごい詳しいので、いつも勉強させていただいてます。でもこれは知らなかったので、さすがだなって思いました。いつもありがとうございます。汚いんですけど、ちょっと使ってるので、リアルテクニクスのスポンジです。今までダイソーの春姫のスポンジを使ってたんですけど、やっぱりね、硬くて、ちょっとやっぱ、ダメだなっていうことで、あの、アイハーブで、買い物する機会があまりないので、ちょっとあの、アイハーブでよく買い物する方に、あの、視聴者さん、これをいただいた視聴者さんに、あの、買っといてもらえるかな、みたいな感じで頼んで、2個入りのを頼みました。これはやっぱ、水を含んで、使うとやっぱ叩き込むとやっぱり崩れないし、ファンデーションのノリもいいのでやっぱ好きですね。スポンジはもうこれかなって思いました。やっぱ改めて使ってみてそう思いました。ちなみにこちらもその視聴者さんに一緒に頼んだんですけど、やっぱリアルテクニクスのスポンジはいいですね。で、これ濡らして使えるタイプ、濡らした方がいい感じのスポンジなので、こう洗う機会が多いし、あんまりこうダメになることがないし、
あの、持ちがいいので、2個入りだったら結構使えるので、すごく、はい、いいと思います。コスパ的にも。はい。といったわけで、久しぶりな動画で、また購入品紹介になってしまいました。ですね、あの、お部屋紹介とかやろうと思ったんですけど、まだ全然全く未定なことなんですけど、ちょっと、あの、引っ越しをね、本当に考え始めまして、不動産屋に見に行ったりもしてるので、また違う不動産屋さんにまた行く予定ではあるので、そういった感じですね。もしかしたら急に引っ越すとかなるかもしれませんので、それで引っ越してそっちのお部屋紹介とかをできたらなと思ってちょっと保留にしてあります。なんかリクエストがありましたら、はい、コメントの方にお願いします。メイク動画とか、あの一回載せてすっごい評価をいただいて、うん、あんなレベルじゃ載せるのはとか思っちゃったり、いや、これからもまた違うの載せてくださいって言ってくださる方も、いらっしゃいますので、ちょっとまあ、うん、なんか載せてみようかなっていうのがあればやってみたいと思います。はい。そんな感じですかね。うん。動画ね、こうやって開いちゃうことも結構あるんですけど、やめることは本当、さっきサブチャンネルでも言ったんですけど、ないので、きっと今のところ。なので、もしよろしければ、チャンネル登録とかコメントとかいいねボタンを押して書いていただけるとありがたく思います。はい、そういったわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。